ゆっくり霊夢です。マリサ、何してるの？始まってるわよ。は、失礼、ゆっくりマリサだぜ。マリサ何してたの？ごめんごめん、ヤフー知恵袋を見ていたんだ。ヤフー知恵袋？それって、ヤフージャパンが運営してる電子掲示板でしょ？いろんなことを質問したり、回答することもできるのよね。そうだぜ。何か面白い質問でもあった？面白いというか、怖かったりヤバかったりする質問を探してたんだぜ。怖い質問？一見すると何でもない質問だけど、突き詰めて調べていくと、ゾワワってする質問があるんだ。夏の終わりの怪談話にちょうどいいかもしれないわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。2013年5月11日23時40分に、子供が他人と知人を区別する境界は、どこだと思いますか？って質問が、子育ての悩みのカテゴリーに投稿されたんだ。子育ての悩みでしょ？知らない人について言っちゃダメって、教えるために必要だったんじゃないの？回答してくれた人たちも、そう思ったんだろうな。家を知っている、じゃないでしょうか？勝手に一人でついていかないと教えますって、答えだったぜ。真っ当な回答だと思うわ。それから23分後の0時3分、同じ ID で別のカテゴリーに、子供と大人では骨の強度はどれぐらい変わりますか？ 20 歳男性と6歳7ヶ月の女児なら、かなり違うでしょうか？って質問が投稿されたんだ。6歳7ヶ月の女児？ 7 ヶ月だなんて細かい指定ね。ちなみに6歳7ヶ月の女児は小学1年生、骨の強度はわからなかったけど、2013年度学校保健統計調査での平均身長は115センチ、平均体重は21キロだったぜ。調べたの？マリサも細かいわよね。そうかな？そしてさっき質問した2分後の0時5分、それぞれ違うカテゴリーに。因は、いかにして決まりますか？0時14分。舌を切れば、声は出せなくなりますか？0時19分。動物の毛髪をきれいに取る方法はありませんか？って投稿があったんだ。動物の毛髪って変な表現だわ。念のために言っておくと、毛髪とは人の体に生える毛の総称で、動物には使わないんだ。連投はまだまだ続くぜ。5月19日0時20分から1時7分の47分間に。睡眠改善薬と睡眠導入薬の違いは何ですか？スノボのバッグは何キロまでなら耐えられますか？苦しんでいる人を病院へ届けたら罪になりますか？5月21日から5月27日にかけて、小学1、2年生の女の子で活発な性格であった場合、何時間ほど連絡取れなかったら心配ですか？甘い酒といえば何が思いつきますか？小学校低学年の女の子が欲しがるものといえば何がありますか？6月の19日から20日には、催涙スプレーは効果がありますか？同じ効果がある薬を複数の医者からもらうのはやってはいけないことですか？車の窓ガラスをスモークにする方法はありませんか？子供に他人と知人の境界をどう教えてますか？一つ一つの質問の内容は特に問題がなくて、回答も真面目にされていたぜ。でもマリサ、舌を、ってなんだか怖すぎる表現じゃない？この質問の続きは、嘘つきは地獄で鬼に舌を抜かれると言われてます、実際はどうなのでしょうか？だったから、変な質問とは捉えられていなかったみたいなんだ。なるほど。そして極めつけの質問が、分け合って長さ1メートル少し、重さ23キロの大型動物を解体する予定です。風呂場で行おうと思っていますが、今夜匂いを残したくありません。完全は不可能でしょうが、検出されない数値まで落とす方法はありませんか？ええー。回答欄には大型動物じゃないだろとか、これ小学生ですよねって書いてあったぜ。マリサ、今までの質問者って本当に同じ人なの？プロフィール欄から質問の一覧を見ることはできなかったけど、残ってた質問の登録番号を確認したら同じ人だったぜ。小学校低学年の女の子が欲しがるものと、連絡が取れない時間の心配、スノボのバッグの耐えられる重さと車の窓ガラスのスモーク、1メートル少しの動物って、マリサが調べた小学1年生女児と同じくらいの大きさよ。一見すると普通の質問っぽいけど、危ない計画をほのめかしているようにも聞こえるわ。マリサ、結局この質問者はどうなったの？不審に思ったユーザーが質問内容を確認して通報したのかもしれない。危ない内容の投稿は削除されて、その後どうなったのか全くわからなかったぜ。ゾワワワワ、鳥肌立ってきちゃった。この後、何も問題は起きなかったのよね？全国の小学1年生の女の子たちは無事なのよね？どうだろうな、すべての事故や事件の情報が世間に知らされるわけじゃないからな。マリサー、怖いこと言わないで。
2018年2月14日19時40分知恵袋に、大杉蓮の、防備はっていう質問が投稿されたんだ。何それ？もちろんご存命だったし、約4分後に投稿された回答は、テレビに出てる大杉さんは、まだ、出ないですだったぜ。不謹慎な質問ね、失礼だわ。霊夢、そんなに怒らないで、ヤフー知恵袋に限ったことではないけど、Q&A サイトでは釣りが目的で、ふざけた質問が書き込まれることもあるんだ。じゃあ、きっとこの質問もふざけた釣りよ。締め切り日の2月21日0時54分に、まだ健在ですって回答した人が、ベストアンサーに選ばれて回答は締め切られたぜ。終わり？そう、終わり。この質問のどこが怖くてやばいの？ただの釣り目的のいたずらでしょ？問題はこの後だぜ。霊夢、2018年に大杉蓮さんが救世したのを覚えてない？え、あれ？大杉さんは2018年2月20日、21時頃までテレビ東京系のドラマの撮影をしていたんだ。その後出演者と会食をして、自室に戻ってから腹痛を訴えた。意識ははっきりしていたから、タクシーで病院へ向かったけど、その後、日付が変わった21日3時53分に、急性心不全って報道されていたな。そうだったっけ？もう4年前のことで記憶が。でも、きっと偶然よ。でも霊夢、この質問には不可解な点があるんだ。不可解な点？まずアカウントの作成なんだけど、知恵袋は匿名で質問できるから、アカウントを作る必要はないんだぜ。でもこの質問者はわざわざアカウントを作り、そして質問した数はたった一つ。この質問をするためだけにアカウントを作ったってこと？二つ目は、確かに釣り目的で不謹慎な質問を量産して、たまたま当たってしまった可能性もある。でもこの不謹慎極まりない質問は、他になかった。ということは、誰でもよかったわけじゃなくて、ピンポイントで大杉蓮さんだったってことね。三つ目は、選択したカテゴリーが変なんだ。カテゴリーってたくさんあるの？うん、大分類で18、中分類で128、小分類で536だったかな。数えたの？数えたぜ。やっぱりマリサって細かいわ。このたくさんあるカテゴリーの中で、大杉さんの投稿をするとしたら、普通は芸能関係だと思うんだ。そうね。でも見て。事故、事件になってる。あれれ、マリサ、私も気づいちゃった。なになに？この0時54分の回答をした人って、まだ健在って書いてるでしょ？きっと、大杉さんはまだ健在、でもこの後に。って意味で書いたんじゃない？いやー、怖いわー。あ、そこなんだけど、この不謹慎な質問は画像を加工した偽物じゃないかと思ったユーザーが、2月22日0時51分にこの質問は2月14日に実際に存在した質問ですか？って、回答者へ直接答えてもらえるように、リクエストしたんだぜ。そしたら21日に回答しましたって返事が来て、質問が実際にあったと証明されたんだ。そしてまだの言葉も特に深い意味はなく、大杉さんとの接点も全くないと回答していたぜ。なんだ、そうだったの。この質問はその後削除されてしまったから、なぜこんな質問をしたのか真相は謎のままなんだ。偶然書き込まれた不謹慎な質問だったのかもしれないけど、本当に薄気味悪い質問だったわね。じゃあ最後にもう一つ、霊夢が質問を文字で表現するときって、どんな風に書く？文字で、何々ですか？って書くかな？もう一度この質問をよく見て、何か気づかない？ん？あれ？クエスチョンマークがない。そうなんだ、そもそもこれは質問じゃなくて、予言だったんじゃないかって意見も。予言、怖い怖い、マリサ、次に行きましょ。2013年4月25日20時56分に、近所のママ友さんに嫌われてしまった。関係を修復したいのでアドバイスが欲しいって質問が投稿されたんだぜ。なんで嫌われちゃったのかしらね？質問者の娘さんが、同じ幼稚園へ通う A 子ちゃんのお宅へ一人で遊びに行った時、A 子ちゃんのお母さんの言うことを、聞かなかったらしいぜ。娘さんは嬉しくてはしゃいじゃったのよ。その話を聞いた質問者は、ケーキを持ってお詫びに行ったそうだ。その時は気にしないでって A さんに言われたけど、その後関係が悪くなってしまった。娘さんは何をしちゃったの？ A さんは、自宅でピアノ教室をしていて、教室へは入らないようにって言われていたのに、娘さんは入ってしまった。そして A 子ちゃんの、高価なピアノに触らないように言われていたにもかかわらず、A 子ちゃんが弾いているのを見た質問者の娘さんは、ついお菓子を食べた手を洗わずに触ってしまったなどって書いてあったぜ。
などってことは、汚れた手でピアノを触る以外のこともしちゃってるみたいね。高価なピアノって、いくらくらい？1000万円らしい。1000万？ A さんとの関係はどんな風に悪くなったの？幼稚園から帰ってきてそのまま A さん宅の庭で遊ばせてもらうこともなくなって、他の子が遊んでいるところに質問者が娘も一緒に遊ばせてほしいって声をかけると、もうみんな帰るからって言われて、入れてもらえないそうだ。みんな帰っちゃうなら、仕方がないんじゃない？でも実際に解散するのは、1時間後なんだって。じゃあ、自分の家にお誘いしてみるのはどうかしら？質問者の自宅へ誘っても、予定があるとか体調が優れないとか理由をつけてきてくれないらしい。お付き合いするのをやんわり断られてるみたいね。遊びに誘ってもらえなかった質問者の娘さんが、自分も行きたいって泣くんだって。幼稚園から帰ってきてもお友達と遊べないし、仲良くしていたのに誘ってもらえないのは悲しいわ。質問者が言うには、A さんはボスママではなく、どちらかといえばおとなしいお嬢様タイプ。あっても挨拶を交わす程度の関係になって、悲しいって書いてあったぜ。でも、質問者の娘さんが言うことを聞かなかっただけで、そこまで嫌われる？この投稿の回答数は346回答。どんな回答があった？賛否両論あったけど多かった回答は、元に戻るのは無理だから諦めましょうや。質問者のしつけが悪いから娘さんのマナーが悪い、ピアノを汚れた手で触られるのは無理、だったぜ。ねえマリサ、この質問ってママ友の悩みを聞いてるだけみたいだけど、これも怖い話？そう、怖いのはここからだぜ。ベストアンサーが決まった後、質問者からお礼のコメントがあったんだ。なんて書いてあった？本文中の A です。はい？ママ友がしつこくて嫌い、困ってますという質問だと非難されると思い、立場を変えて質問しました。私の行動が容認されてほっとしています。ガサツで慣れ慣れしくこびてくる彼女が大嫌いだったので、お子さんのことはいいきっかけでした。これ全部 A さんが質問者になりすまして書いてたの？そうなんだ。そしてお礼を読んだユーザーの一人が、要は、ボスママってことですか？って、A さんにリクエスト回答を求めたんだぜ。そしたら A さんはなんて返事をしたの？その通りです。貧乏でガサツな人は大嫌いです。皆さんの回答で、彼女が思いっきり非難されてるのを見てすっきりしました。仮面の下は、貧乏人を見下す下品なボスママです。って答えが返ってきたぜ。こわ、こわー。これが釣りじゃなくて本当の話だったら、心底ゾッとしちゃうわ。2013年10月7日8時41分に、黒いものがぶら下がってきましたって投稿があったぜ。黒いもの？ホコリが溜まってるんじゃないの？質問には、3、4ヶ月前から天井に穴が開き、黒いものがぶら下がってきました。掃除機で吸い取ってもまた出てきて、初めは穴が一つだったのに今は5つくらいあります。これは何なんでしょうか？母が言うには粉っぽいらしいですって書かれていたぜ。なんだろう？これが実際の画像だぜ。ほんとだ、黒いものが下がってるわ。この質問には補足があって、テープで軽く塞いだら突き抜けるから、重ねて何枚もテープを貼ると、今度は違うところに穴を開けて出てくるそうだぜ。しかも夜寝る前に何もなかったはずなのに、朝起きてみるとぶら下がってるんだ。天井板の厚みやテープを突き抜けるだなんて、力強いわね。ネットでは質問者の取った天井が普通の家っぽくないとか、数字の書き方も変だし、その後解決していないってことで、釣りじゃないかって書き込みもあったんだけど、天井がおばあちゃんの家と一緒とか、一桁の数字を強調するために、数字の前にゼロをつける人はいますって意見もあったんだ。じゃあ、釣りじゃないってことでいいのね。そして2015年3月3日の11時18分にも、別の人から同じような質問が投稿されたんだ。これがその画像だぜ。この黒い物体も1階の天井に出現するらしくて、毎日じゃないけど、寝る前はなくて朝起きるとあるんだって。正体のわからないものが天井を突き破って下がってるだなんて不気味だわ。このミステリーにたくさんの人が興味を持ったみたいで、いろいろな意見が出たんだ。黒い物体は何なのか？まず1つ目は、蜘蛛の巣にホコリが集結しているんじゃないかって意見だぜ。ほらほら私がホコリじゃない？って言ったでしょ？それから室内側が不圧になって、天井板の隙間から屋根裏のホコリが入って、伸び固まってるんじゃないかって意見だぜ。不圧？不圧って何？不圧っていうのは、屋外に比べて室内の気圧が低いことなんだ。換気扇みたいなもので排気を続けると、締め切った室内は不圧になるらしいぜ。それでなんで黒い物体が下がるの？
圧力は高いところから低いところへ移動する性質を持っているから、圧力が高い天井裏から低い部屋へ移動するときに、埃の塊が押し出されたってことじゃないかな。なるほど。二つ目は、建築会社にお勤めしている人から、空中軌道で間違いないと思うって意見があったぜ。空中軌道？初めて聞くわ。読んで字のごとく空中にあるアリの道だぜ。餌場と巣を行き来するために作る道なんだって。アリ？あのアリとキリギリスのお話に出てくる働き者のアリさん？黒アリも軌道を作るそうだけど、この人が言うアリは木造住宅の天敵、白アリのことみたいだぜ。ひょえー、白アリ。これが空中軌道なんだ。いやー、やばいわ、やばいわ、家に白アリがいたらやばいのよ。家に白アリがいたらやばいけど、自然界では分解者として活躍する地球に必要な存在なんだぞ。そうだろうけど本当に白アリだったら、家が食べられちゃう。白アリの話をしてきたらゾワゾワして、鳥肌立ってきちゃった。落ち着いて霊夢。三つ目は、不動産の仕事をしているお父さんに写真を見せたら、築年数が経ってる古い家の天井裏に敷き詰めていたタールのようなものが劣化して、落ちてきてるんじゃないかって言われたそうだ。いつか一気に天井が崩れてくる恐れがあるから、修理した方がいいそうだぜ。天井裏にタールなんて敷き詰められてたの？それについては別の解体屋さんも、かなり古い住宅の屋根には、タールのようなものが塗ってあったって話してたぜ。ベタベタする粘土みたいな感じのものらしい。本当にあったのね。それが劣化して天井が一気に落ちてくるだなんて危ないわ。それで結局、黒い物体は何だったの？黒い物体の正体は、質問のその後を探したんだけど見つけることができなかったんだ。じゃあ何が正解なのか、あの後どうなったのか全くわからなくて謎のままなのね。質問から年月が経ってるけど、質問した人が無事に暮らしていることを願うわ。霊夢も家の天井を、気をつけて見てみるといいぜ。朝起きたら黒いものがぶら下がってるかもしれない。マリサやめてー、気になって寝られなくなっちゃう。今回はヤフー知恵袋の怖い質問を解説したぜ。階段とは違ったけど、どれも違った意味でゾクゾクしちゃったわ。ヤフー知恵袋には本当かどうかはわからないけど、不思議な質問がたくさんあるんだ。知恵袋ってどんな質問をしてもいいの？利用規約に反していなかったらいいんじゃないか？顔評価お願いしますって、自分の顔写真を載せてる人もいるからな。そんなのもあるの？じゃあ、私もやってみようかしら？霊夢の顔を評価してくださいって。いい回答が来るといいな。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。